はい、どうも、テルチャンネルの佐藤テルマサです。今回はまた初めてのお菓子の紹介をしていきたいと思います。一応これです。パチパチパニック、お口の中が大騒ぎ、パチパチ弾けるキャンディーと爽やかソーダ味のラムネが入ってます。このキャンディーはソーダ味です。口の中でパチパチ飛ぶようです。これはどうしてたの？ソファの方で開けて見ていたよ。どちらのポケモンがいいですか？自分の名前言って。はい、どうも、佐藤キャンチャンネルの佐藤さんです。一緒に食べる？うんうん、おいしいじゃん。パチパチするのやだです。植物の種みたいな袋に開けていきます。ドキ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 。おでお菓子の動画撮ったことあるか？はぁ、あ、大丈夫、後で掃除してよ、後で掃除してよ。うまいやつ悪くない？これを食べてみて。全然パチパチしないよ。ソーダ味って言うぜ。ああ！パチパチした。うん、パチパチ。もうちょっといっぱい食べてみたら。やだ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 。てーちゃんもうちょっと多く食べてもいいんじゃない？落ちたのだけしか食べてない。すごい口の中にパチパチ鳴ってる。音聞こえるもん。音聞かせてくださいよ、もうちょっと近くで。聞こえる？うん。すごいパチパチ。これはソーダ味のラムネだと思います。あ、ラムネ見たくなってるんだ、はい、みたいのもあります、うん。それはパチパチしないの？多分しないと思います。お父さん、それ食べたい。手に出してみたらほいじゃん。おー、ラムネとパチパチ、青いのがパチパチするんだよね。あ、綺麗な、うん、このコンフィみたいなのがパチパチします。これ思ったより小さくて、イメージ書いてあるのより、書いてあるのより透けて綺麗になっています。あんまりパチパチしなかった。パチパチするやつ食べたらいいんじゃない？やだ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 。お、ありがとう。これすごく美味しいです。よし、パチパチするけど美味しいんだね。うん、美味しいです。ちょっと食べる。ラムネだけ。なんでラムネだけ？ラムネの方が少ないんだよ。あ、ちゃんと食べてた。ラムネばっか食べてる、かんちゃん。あ、出した。舌が痛い。これどこで売ってた？駄菓子屋さん。普通のコンビニとかで売ってないのかな？コンビニで売ってるとこは売ってるでしょ。ただっとおりと、これいつまで撮んの？まだ撮る？もうちょっとね、大きいよ。ん？このパチパチパニックっていうお菓子を買ってみてって言ってたら、駄菓子屋とかコンビニで売ってるところなら出ると思うので、使ってみてください。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。では次の動画でまた。